山笠。山笠は神社の祭礼で用いられる御腰、出し状の祭具。主に北部九州での祭礼で見られ、それらの祭礼の略称にも山笠が用いられる。通常会話などでは山と呼ばれることが多い。山笠の古称は博多祇園山笠から広まったものと考えられている。言葉の由来についてはよくわかっていない。博多において 山笠の様式は何度か変化しており、それぞれの段階で他地域に伝播された結果、また、各地域で工夫を凝らした結果、現在のように多様な姿の山笠が存在している。その他、博多から伝播されたものではないが、古障だけ博多に習い、祭りの際運行するものをそう呼んでいるだけのものもある。毎年祭りの前に建造され、祭りが終了すると即刻解体されるものが多い。 山笠を巡行することで集めた役を払うという意味であるらしく、これは京都の祇園祭りにおける山ぼことも共通する。しかし場合によっては観光地や保存会館等に常設してあることもある。山笠の飾り方には様々な様式があり、複数を兼ね備えたものもある。同じものに分類されるものでも地域によってその飾り方は異なり、 その中の地区によって異なる場合もある。神殿、神棚などに笹を立て、それを担いで運行する簡素な造りの山笠。博多祇園山笠の起源には、背垣き棚を担いで練り歩いたことが始まりという説があり、このことから最も初期の姿を残した山笠と言われている。黒崎祇園山笠、北九州市八幡西区、福岡県無形民族文化財では、 山笠の上に笹を立てて、四方を杉においらんで囲む、素朴で全国的にも貴重な笹山笠が運行する。上りを何本も立てた山笠のこと、神殿の周囲に立てたもの、屋台の上部に立てたものと、様式が大きく異なっても上りが飾りの中で占める割合が高ければ、上り山笠と呼ばれている。戸畑基温帯三笠。 北九州市戸畑区では、日中の間は、山笠の土台を、陶磁師や和紙などの刺繍を施した、幕類と降覧、登りで装飾している。江戸時代初期の博多祇園山笠の様子を描いた絵では、上り山笠に人形を配置したものが運行されている。岩、水の流れ、館などを配置して、風景を作り、そこに人形を配置し、何らかの場面を表現して飾られた山笠。 博多で山笠絵師により考案されたもので、木材で骨組みを組み上げ、そこに隙間なく飾りが配置される。博多以外での地域でも岩山笠は運行されているが、神田山笠では岩と呼ばれる部品を取り付けるという意味で岩山笠と呼ばれており、見た目が異なる。人形を飾った山笠のこと。岩山笠にも人形は飾られているし、り山笠にも 人形を置いたものはあるが、特に人形に重きを置いた、構成の山笠を指して言われることが多い。提灯を四角錐、直方体、平面などの形状に多数並べた山笠。夜間の運行が主で、昼間は別の形態で運行される山笠も多い。戸畑基温帯三笠、北九州市戸畑区では、夜になると、日中のり山の装飾をすべて取り外し、 高さ約10メートル、309個のちょうでできた、ピラミッド型の大山笠、通称、ちょうちん大山笠に変身する。台座の上に高さ4メートルの櫓を組み、この上にちょうを担ぎ上げる、通称、五段上げは、祭りの少年場として、見応えがある。人形を飾る、山笠の飾り方の様式について、その特徴を持った山笠の発祥地とされる、地名を関して、 何々系の山笠と称されることがある。博多銀音山笠で見られる山笠で、明治時代初期には高さ16メートルもあったが、その後飾り山笠と柿山笠に分化している。これは、明治期に市内に張り巡らされた電線のためで、高い山笠を動かすことができなくなり、山笠を低くしたり、電線の仮設を高くしたりしたが、1910年の 路面電車開通によりついに追い山を行うことができなくなり、動かさない飾り山と書き回る柿山へと分化させることになった。博多系飾り山笠と呼ばれるのは、現在の飾り山笠として見られるような様式の山笠。もともとは運行されていたもので、博多系岩山笠とも言われる。岩、水の流れ、館、人形を一面に飾り付け、 一つの場面を作り上げ、主に前方と後方から鑑賞できるように作られる。その姿を一般によく知られている様式。元来山笠が下絵が死体を描いていた頃は絵師の風景の構成の仕方の考え方から飾りや人形の配置は左右非対称であった。しかし山笠の分解後は人形師が飾りの配置を構成するようになって考え方が変わり。 現在は主役である人形を中心に据え、周囲に左右対称にとの人形や飾りを配置した山笠も見られる。博多系柿山笠と呼ばれるのは、現在の柿山笠として見られるような様式の山笠。これもその姿を一般によく知られている様式だが、飾りが一つの人形と、その付属物のみという形式は珍しく、博多祇園山笠と特に深い関係を持った地域。 博多で山笠が分化した後に山笠を始めた地域に限り見られるものである。他の多くの地域では山笠が低くなる際、館や岩等の飾り、複数の人形を飾り、場面を作るという要素を残し、そのまま縦に縮めるような形で変形している。艶崎祇園山笠で現在見られるような様式の山笠。 博多系飾り山笠をそのまま縦に縮めたような形式のものを柿山笠同様に運行している。飾りは左右非対称な配置となっている。直方山笠で現在見られるような様式の山笠。中心にお堂があり、前後から干渉できるように周囲に人形を配置する。横広がりな形で飾りや人形などは概ね左右対称な配置となっている。 この形式の山笠は、筑豊地方、北九州地方で多く見られる。北祇園祭で見られるような様式の山笠。岩山に滝や流水、館、人形を左右非対称かつ立体的に配する岩山傘で、他の岩山傘と比べ、全方向から干渉できるように作られているのが特徴。台車が幅2メートル程度に、 長さが5、6メートルほどと小規模であるため、上に行くほど、館などの飾りが横方向に広がる。後方には、人形や館をほとんど飾らず、見送り幕という刺繍を施した縦長の幕を垂らす。初期は、人形や館を乗せずに、杉の用紙や幕で飾られていた。北の熊、竹田、豆田地区、九十下端では、山ぼこ、山ぼこ、や、 マホコという故障を正式なものとしている。同系統のものを山笠と故障している地域もある。浜崎祇園山笠で現在見られるような様式の山笠。館、岩、水の流れ、人形など飾りの部品や前後から鑑賞できる点が博多と共通する岩山笠であるが、やり出しや下段の棚を使った前後の奥行きを出した飾り方が特徴。やり出しを 左右交互に出すという決まりがあり、飾りは左右非対称。佐賀県北部に多く見られる。山笠には様々な運行形態があり、大きく分けると以下の通りとなる。棒に肩をかけ、担ぎ上げて運行する山笠。極力上下しないように運行されることが多く、見越しのように運行中に激しく揺らすようなことは、特定の場所以外では行われない。 車輪がついており、綱で引いて運行する山笠。台車の様式は様々ある。前後に、担ぎ棒がついており、一見柿山笠のように見えるものもある。柿山笠や引山笠に対し、運行せずお飾りとして置いておくだけの山笠。どれだけ飾りがついていたら、飾り山笠なのかという基準もないが、飾り付けた山笠という意味で故障されることもある。 体格差や体力差があることから、大人と子供が一緒に山笠を運行することには、危険が伴い、また柿山笠の場合、肩の高さが違えば、物理的に不可能である。このため、子供の頃から運行に直接参加させて、祭りに親し,しませ、後継者を育成していくために、本来の山笠とは別に子供山笠を運行している、祭りも多い。後継者育成という目的から、 服装や参加の仕方をできる限り、大人と同じにしている地区もあるが、大人の山笠が下記山笠である一方、子供山笠が引き山笠である場合や服装を揃えていない地区もは様々である。詳しくは各山笠の項目を参照。服装が締め込みとなる博多や飯塚において、アマチュアカメラマンが撮影した写真がフォトコンテストに応募されたり、 健全なウェブサイト、ブログ、画像掲示板等に送信される場合が多いが、その一方で、カメラマンのマナーが悪くなったり、不健全な画像掲示板に送信したり、健全サイトから無断転載するケースも後を絶たないことから、撮影を禁止、または規制している地域もある。各種の服装は、博多では、明治以降は、水発費に締め込みと決められている。 それ以外の山笠でも、福岡市とその周辺、佐賀県では原則は、水発避に締め込みであるが、多くの地域で締め込みではなく、ダボシャツハンタコとなり、締め込みは少数派となった、北九州市や筑豊の大部分、大分県は、ハンタコが原則。締め込み、博多以外では、回しと呼ぶ場合があるの場合、博多、浜崎、足別では、幅44センチメートル、 子供用は18センチメートル、長さ5メートルの保布の、やや厚手の木綿の布、相撲の回しよりは柔らかく薄いになるが、飯塚では長さ5メートルの晒しとなる。いずれも相撲の回しと同様に締めるが、前だれを出す場合が多い。6月から7月にかけて北部九州の各地で模様される気温祭りには山笠が出されるものが多い。 また、秋祭りのくんちにも山笠が出される場合がある。祭りの規模、山笠の形態、運行方法などは地域により、様々であるが、どの祭りもそれぞれの地域の文化の集大成であり、地域の誇りである。いかに主な山笠の出る祭りの例を記す。因は、柿種が締め込みを着用。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。